それでは、張り切ってくるくるくる、マリオ対ヨッシー。どんなコースなんだ？霊夢とマリサも、名コンビだよね。可愛さでは私の方がマリサよりもだいぶ上だけどね。美しさ、品格、知性、どれをとっても霊夢に負けたりすることはないけどな。うん、やっぱり二人はいいコンビだよ。さてさて、ここまではごくごく普通のコースに見えるけど、敵も特にはいないし、デッテユと仲良く進んでいけそうな感じだよな。あ、バイバイデッテユ。また来世でよろしく。断末魔の悲鳴を上げながら落っこちていったよ。あれ、なんだか空気がおかしくなってないか？そう、何も変わってないと思うけど。マリサ、空気の読めなさっぷりに関しては前から分かってたことだよね。生まれ変わったデッテユと一緒に楽しくアスレチック、最高じゃないですか？いや、これはどう見ても完全に霊夢、お前を倒しに来てるぞ。なあ、何さらしといてこのドブサレと影もどきが。デッテユの復讐、完了。さて、ニッキレイムも倒せたことだし少しはあいつの気も晴れたかな。今までの恨み、こんなものでは終わらないぞこの赤まんじゅうめ。あ、デッテユこんにちは、はじめまして。私が超可愛いと噂のレイムちゃんだよ。なんだこの赤まんじゅう、自分の置かれた立場をまだ理解してないのか。ごめんねデッテユ。あ、本当にすまないんだぜ。ヨウム、マリサ。普通のやつなら、確かにさっきので反省して、自分の行いを悔い改めるんだと思う。でもね、レイムは。バカなんだ。いや、天然と言った方がいいのか。レイムの行動は悪意があるわけじゃないんだ。自分で悪いことをしてるっていう自覚がないから、反省もできないんだよ。それってただの心の病気なんじゃ。あ、デッテユが困ってる。今助けてあげるから待っててねデッテユ。え、こんなことした俺を助けてくれるのか。友達でしょ、当たり前じゃん。レイム。今回はいろいろすまなかった。さあ、俺の背中を使ってくれ。わかったか？これがレイムなんだ。自分の心に素直に言ってるっていう感じだね。まあ要するに何も考えずに行動しているただのバカ野郎っていうことなんだけどな。ハテナブロックの中には、マントが入ってたよ。これもしかして、上の方に何かがあるのかな？あ、しまったちょっと届かない。レイム。よかった、ちゃんと戻ってきてくれるんだな。よし、みんなで一緒にゴールだな。ヨウム、このコースはどうだった？普段デッテユがどんな思いで過ごしてるのか、よくわかりました。怒らせたら怖いっていうことだな。それではいいねして、次のコースに行ってくる、と思ってたのですがウプ主に休養が入ってしまいました。今日はここまで。